超不測の事態っていうのが絶対起きますからね、人間。おはようございます。関野康弘です。本日も名言を取り上げていきます。本日の名言は佐藤富美男さん。佐藤富美男さんの名言で、日常生活の中でどんな事態が起きようとも余裕を持って自分を客観視できることがユーモアを生み出します、ということで、佐藤富美男さんのプロフィールをお伝えしていきます。佐藤富美男さんは生き方健康学者、作家、北海道北見市出身、早稲田大学、東京農業大学卒業、医学博士、農学博士、経営学修士、外資系企業などを経て米国ユニオン大学健康科学研究所教授、同所長を務める。その後、スピール・ハーレ、ルーマニア教授や中国首都医科大学及び同大学附属同人院名誉教授などを歴任された方です。ということで、まあ、こんなね、すごいプロフィールの方ですが、日常生活、どんなことがあっても余裕を持ってやりましょう。余裕のためには事前に準備きちんとしておきましょう。事前に想定の不測の事態が起きないように準備をしていきましょうと。私もね、今30何歳ぐらいの時かな、もうなんかドタバタドタバタいつもしてたんですけれども、そういった自分でできないので、そういったことはできないので、これからはちゃんとしようということでやり始めました。日常生活ね、何があっても大丈夫なようにはするには時間も労力も必要です。事前に調べ、自分で準備、大事だなと思ってます。朝は早く起きて運動してって、健康体ではあるんですけどね。まあまあ薬はちょっと飲んでますけれども、体に関してはね、健康体だなと思ってやってます。まあ、健康体はね、またこれを続けなさいということだと思いますし、余裕を持ってできるようにね、事前にきちんと準備も、いろんなことを計画してやりなさいということだと思います。まあ、そのためにはね、ユーモア、発するためにはそうだと思う。余裕がないと、下調べがないと、事前に何かがないとダメだということで、自分の中でですね、やっぱりそれが大事だと思ってます。非常に。そういう意味だなと思ってますし、まあ一生懸命ね、生きていけばそういうこともあるということだと思います。超不測の事態っていうのが絶対起きますからね、人間。それだけはまあ自分もどうしようもならないですけど、それって本当大事故ですからね。大事故を起こさないためには小さな事故をね、ちゃんと潰すようにしていきましょう。本日も一日よろしくお願いいたします。動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、グッド評価よろしくお願いいたします。これからも毎日元気で配信していきます。よろしくお願いいたします。